はいどうもカッパ園長です。じゃあね、スシローペロ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 十蔵くんの続報ですけども、まあ、結構いろんな、もう十蔵くんだけじゃないっすよね、やっぱり。まあ、なんかこの Z 世代っていう、なんかこの世代でこのくくられて、なんかこの言われちゃってるの最初どうなのかなと思ったけど、でも言われてもしゃあねえなっていう、次から次へとさ、わかんない。これが例えば10年前とかね、20年前とか、あるいは今僕ね、もう40代後半ですけども、が、まあ、10代20代の頃、だから20年前とか30年前とかですよね。うん、その頃ってどうだったのかなって、ちょっともう今となっちゃ確認のしようもないんでね。まあおそらく一定数やっぱこういうね、ふざけた真似するやつらっていたと思うんですよ。ただまあ今ね、このみんなスマホを持ってるしね、変なことしたやつすぐね、そもそもがふざけてこれ拡散する、で同じようにこの SNS、ね、スマホ SNS 活用してね、あこいつらこいつですみたいな、ね、特定もされちゃうっていう、まあ時代が変わったからこういうのがね、なんていうのかな、表沙汰っていうか明るみに出るようになったっていう違いはあるけれども、やっぱり昔からいたと思うんですよ、こういう変なやつって。だからそれをこのやめさ、だって実際にこの商売やってる人たちは死活問題でしょ？ね。だからもう完全にこの封じ込めるというか、ね、こういう舐めた真似するととんでもねえ目に遭うんだぞっていう、やっぱり、見せしめが必要だと思うんですよね。ただなんかこの、2日前か3日前にね、僕も動画で取り上げたこの元祖、なんか迷惑系みたいな、あのおでんツンツン男いたじゃないですか。あいつもなんかもうね、勘弁したれよみたいな擁護するコメントね、俺は気持ちがわかるみたいな、なんかわけのわかんないこと言ってましたけども、あいつは確か不起訴でしたっけ。なんか罪に問われるところまでいかなかったんでしたっけね。でも僕から言わせればやっぱり反省なんてしないと思うんですよ。これは別にあのなんていうのかな、このペロリストたちね、今騒がれてるこの飲食店でさ、なんかね、調べるとまあ続々とね、真似してなんかこの醤油ボトルしゃぶるアホが次から次へとね、まあ多分スシローさんだけじゃないと思いますけども、だからもう本当外食産業全体のね、このかなり大きな問題としてね、このクローズアップされてる、そういう状況だから、もっともっとなんかこの危機感というか、大事ですよね。やっぱり金額があのスシローさんの170億とかっていう、そこだけじゃなくて、業界全体の回転寿司屋さんだけじゃなくて、ね、だってもう一消費者お客さんとしてなんか外でご飯安心して美味しく食べられていたのに、なんかちょっとやっぱり考えちゃうじゃないですか。だからもう与えた影響の広さとか深さとか甚大ですよね。それでなんかこの擁護するコメント発する人って、そういうことまでは考えて喋ってるのか分かりませんけれども、いや絶対に許したらダメだと思いますよね。なんか次から次へと出てくるやつも片っ端からとっ捕まえて吊るし上げてほしいぐらいですよね。なんかほら、カラオケボックス、カラオケチェーン店とかでもなんかあのほら、よくファミレスとかにもあるこのドリンクバーみたいなあるじゃないですか。あれなんか直で口つけて飲んでみたりとかさ、ね、しかもなんか意味が分かんないな、この招き猫さんっていうチェーン店があるのかな、なんか火炎放射してこのスプレー、揮発性とか、なんていうの、可燃性か、可燃性の変なスプレーでさ、ね、火つけてボーみたいな、何の意味があってそんなことやってんのか、ね、完全にこの、いやもうふざけるとかいたずらとかそういうレベルじゃないよね。でやっぱりそれも仲間内でこのヒャッハーみたいな感じで、世紀末かよ本当に。あとはそのなんかね、このスシローペロリスト、チャレンジャーが続々参戦みたいなさ、何盛り上げてんだよ、頭おかしい方向で。だからそのボトルチューチューやるのがね、続々と次のなんか頭おかしいやつがどんどん出てきたりとか、あとなんか昨日ぐらいになんか僕もコメントもらってね、ちょっとググって見てみましたけど、この焼肉屋さんで、焼肉屋さんに限らず、このなんていうの、ご飯屋さんにこの用紙、爪楊枝って置いてあるじゃないですか、黒文字ですよね。あれを
CCC って使ったやつをもう一回そのまま元にこの戻して、さあ誰がどこに何どこに入ってるかわからないみたいな感じで、なんかあのロシアンルーレットみたいなこと書かれてましたけど、いやー頭おかしいやつが次から次へと何考えてんですかね本当でね。まあ例えばそうだな、このまあ昨日も昨日も出てきたスシローのこのひろゆきさんひろゆきさん何つってましたっけで今度ひろゆきさんがね、このスシロー問題よりもっと悪いことはあるのに、なんでそこにこだわるのかと、スシロー問題の裏でね、例えばなんか殺人事件とかも起きてるのにっていうことを言ってるんですけど、ああまあ起きてますけど、ね、だからどっちもね、だから殺人事件は刑事事件で、ね、こっちはこっちできっちりあの締め上げていったらいいんじゃないですかね。うん、どっちかスシローは放置しといてとかっていう話じゃそもそもないと思うんですけども、あれおかしいな、なんかちょっと前まで割と普通のことをおっしゃってたのにまたなんか変な感じに戻ってっちゃったのかなでね、このスシローさんがなんでこのほら謝罪、なんか泣きながらこの親子でこの謝罪に来たっていう話あったじゃないですか。でも拒否しましたよね。うん、だからスシローさんがこの謝罪を受け入れず謝罪を拒否した本当の理由っていう話が出てきてね、うん、だからこれさっきねちょこっと言いましたけど、もう食の安全、ね、外食産業全体の問題だと、うん、絶対に許せんと、うん、だからもうなんだろう、それこそもう存続の危機ですよね、うん、それぐらい大事だと。だからもうただのこの迷惑行為、迷惑行為は確かに迷惑行為なんですけども、もうそんなもんじゃ済まないと、ちょっと勘弁してくださいよとかね、うん、なんかもうげんこつとかさ、皿洗いしてもらって勘弁とか、もうそんなレベルじゃないと、冗談じゃないと、存続の危機に立たされてると、うん、だからもうとてもじゃないけどいたずらじゃ済まないと、ね、子供のやることだからってそんなんじゃ収まらないって言ってるんですよね。うん、そりゃそうですよね。で、これがこのスシローさんとこの広報担当の人にね、あの話を聞いたんだって、うん、なぜ厳しい姿勢を貫いたのかって、うん、いや、これはもうぜひね、貫き通してもらいたいですよね。だからこの食の安全を脅かす行為で、ね、絶対に許されることではないと。うん、厳しい姿勢で臨むスシロー側の広報は、事案の大きさや社会に与える影響度を考えたと。説明、今回の迷惑行為は他の回転寿司チェーンに与える影響も大きく、外食産業全体の食の安全を脅かす行為だと、ね、もう憤りを、うん、そらそうですよね。で、今後に向けてお客様に気持ちよく食事を楽しめる空間を作るのが我々の仕事、利用者には気持ちよく食事を楽しむにとどめ、安全安心を脅かすことは絶対にしないでもらいたいと強調していたと。まあだからそうですね。で、実際にスシローさんは今回の、ね、あのペロリスト小僧親子のせいで、被害店舗で、まあ、開店前に、ね、全ての湯飲みの洗浄と醤油ボトルの入れ替えを余儀なくされて、加えて、まあ、さっき、ね、この最初の動画でもお伝えしましたけども、あの近隣の店舗も含めてですかね、で全店ですかね、店内の専用のコーナーから食器類や調味料を持って自席まで移動するセルフサービスを導入するとともに、テーブル席と提供レーンの間に一番アクリル板を設置する工事を、まあ、あの全店で順次行っていくっていう、うん、だからもう回転寿司スタイル、ね、廃業に追い込まれちゃいましたからね、うん、で、まあ、株価も一時なんかこう暴落してね、うん、ただこれがなんか仕込みじゃねえのかとかさ、ね、あのライバル企業からの嫌がらせじゃないかとかさ、ね、あの親子は金で雇われてたんじゃないのかとかさ、いろいろ言われてますけど、うん、これはちょっとあの確認のしようがないんで、うん、なんともあれですが、とりあえずね、スシローさんはもう回転寿司しばらくやれない、うん、とんでもないことしてくれましたよね、うん、しかもなんか我々お客さん、ね、一消費者お客さんとしてはね、外で飯食うのもちょっとなんかこの慎重に行かざるを得ないっていうね、うん、いやもう徹底的に容赦なく締め上げて始末してもらいたいですね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。